おはようございます。関根和夫です。昨日は伊奈町でカウンセリングの仕事がありました。心の健康相談という名前でカウンセリング1ヶ月に一度依頼を受けてるんですけれども、でいつもより1時間ぐらい早めに出発して、つまり6時ぐらいかなに出かけたんですよね。というのも、伊奈町にある無線山という地域があるんですけども、そこの桜を見たかったんです。私のところから伊奈町までは車で1時間半ぐらい普通でかかるんですね。ちょっと混んでると2時間ぐらいになっちゃうんですけどね。まあでもとにかく毎年毎年この伊奈町の無線山の地域の桜というのは非常に豪華ですごいんですよ。そんなわけで昨日は朝早く出かけていきました。まあ行ったら本当にまあかなりよく咲いていて、まだ満開というわけではないと思いますけれども、桜並木の見事さというのは本当にすごいなと思いました。少し歩いて写真を撮って、でまあ午前中カウンセリングありましたので、カウンセリングをやって、お昼休みの時にまたちょっと出て、別の地域にちょっと車で行ったんですね。もうその時雨が降ってたんですけれども、まあ雨の中でも、やっぱり桜はね、並木になってると本当に、こう綺麗だなと思いましたね。で、もちろん午後も、お昼休み終わってから、カウンセリングあったんですけれども、でも、まあ朝早い時間とお昼休みに桜を見れたことは、なんかとても、こう、まあいい時間だなと、思ったんですね。日本人の多くは桜と富士山って大抵の人は好きだと思うんですけれども、やっぱりこう桜並木の下を歩いていると、なんとも言えずその心地よいというかね、嫌味のない、濃すぎることも薄すぎることもないような桜の花のこう色彩を味わいながら、私は実はそこでしばらくなんか時間が過ぎるのを忘れるほどなんか幸せな気分を味わったというか、なんかこれ、いやー気持ちいいなーという感じの時間を過ごしたんですよね、昨日。もちろん写真も撮ったんですけれども、私意外と写真でちゃっちゃか撮っちゃうので、すぐ終わっちゃうんですけども、でも、昨日は写真を撮るということ以外にも、なんか桜の木の下でちょっとぼーっと立っていたいなというふうな気持ちになって、静かに、していました。いい時間でした、本当に。で、こう、静かにしていながら、昔、岡林信康という人が1970年に、申し訳ないが気分がいいという曲を書いてるんですよね。なんとなくその曲が気になって、その曲を思い出して、こう、ああ、なんかわかるな、という感じがしたんですよね。一応、ここに、サイト貼り付けておきましたけれど、申し訳ないが気分がいい。もう、1970年ということは、50年以上前の曲になるわけですけれども、なんか、まあこれ大学生の頃聞いたんですけどね、その頃はあんまりピンとこなかったんですけど、最近なんか、非常に内容的に、曲そのものというより内容、その歌詞とかね、それがなんとなくしっくりくるような感じがしたんですよね。皆さんの地域の桜はどんな具合ですか？あなたの地域の桜はどんな状況ですか？できればやっぱりゆっくりゆったりした気持ちでお花見ができるといいですよね。天気がちょっと心配ですけれども、でもやっぱり桜って、いやーいいなーという感じがしますね。まあ、風が吹いて散り始めてもね、なんか一気にこうね、桜吹雪っていうぐらいで、散り方も結構派手ですけれども、でも咲き始めて満開になるぐらいまでは本当に、いやーやっぱり見応えがありますね。やっぱり桜はいいですよね。もちろん、バラもチューリップもいいですけれども、桜もやっぱりいいなーと、思った昨日の朝でした。今日もちょっと出かけるので、また桜をちょっと見ようと思っているんですけれども、幸せなことだなと思います。花がね、咲いてくれて嬉しいなと、本当に心から思います。どうぞお元気で。